パリオリンピックまで2週間近くなったんですけどそうでも、すね。今どういう心境ですか？まあ緊張もしてますけど、まあ一番は楽しみです。自身2回目のオリンピックそうとですなるね。と思うんではい。すけども、まあ、1回目は東京オリンピックのはい。時で、その時はね、フィリピンの代表で、今回日本代表ということなんですけども、なんか心境の変化というか、2回目の緊張感っていうのはあったりしますか？出る緊張感はそんなに変わらないんですけど、まあ、フィリピン代表として出た時は出る確率が高かったので、そこへの緊張感っていうのがあんまなかったんですけど、まあ、今回日本代表として出るってなった時に、まあ、みんなランキングが近かったので、それへの争いがやっぱりがあったので、それはフィリピン代表として出る時はなかったので、そこへの緊張感は少しありました。初めてこの日本代表のオリンピック、パリオリンピック決めた瞬間ってどんな感じでした？嬉しかったです。はい。メジャーの大会とまたオリンピック、違いってありますか？メジャーとオリンピックですか？メジャーだと140人とか出るので、でもオリンピックは60人だけなので、その部分ではやっぱ戦う選手が少ないんじゃないかなというふうに思いますね。オリンピックやっぱ規模がまた違ったりとか、そうなんでかすね。東京オリンピックの時の思い出ってありますか？なんか当時だとオリンピックの無観客そうで試す合だっね。たあじゃとないコでロすか。ナコロナだったので、はい、ありますね。はい、やっぱちょっと寂しいなっていうのもありましたし、東京の時は。あとやっぱりホテル、ゴルフ場だけだったので、他のスポーツも見れなかったですし、まあ、今回時間が許されるかどうか分かんないんですけど、他のスポーツも見に行きたいなっていうふうに思いますし、やっぱお客さんが入るとやっぱ盛り上がると思うので、はい、そこではすごく楽しみにしてます。無観客、有観客って、このプレッシャーの度合いで言うと、なんか有観客の方がプレッシャーがあるのかなって思ってしまうんですけど、はい、やっぱ有観客の方が後押しされるって感じがやっぱ強いであするか？と思いますね。はい、やっぱスタートの時にお客さんがいないと、やっぱちょっと、まあ、緊張はしますけど、ちょっと安心感があるっていう感じですなんかけちょっとど。スイッチが入らないというか、モチベーションが上がらないっていうまあ、その感じ。分でちょっと静かにスタートしていくって感じなんですけど、やっぱお客さんがいると名前言われるだけですごい盛り上がるっていうか、なんでちょっとスタートでちょっと緊張はあります。少しありますね。小さいというか世界一になることを目標にされてたと思うんですけども、まあ、オリンピックってはい。やっぱこの世界一ってイメージが強いじゃないですか。まあ、そこに向けてのこうチャンスというか世界一になる舞台だと思うんですけども、そのあたりいかがですか？まあ、世界一になりたい、まあ、世界一の選手になりたいっていう夢があるので、まあ、それになるためにはやっぱりメジャーの試合勝ったりとか、オリンピックもそうですけど、オリンピックのメダルも取れたら、その世界一になる道に少しでも近づけるんじゃないかなというふうに思います。お父様から見て、笹生選手の強みって何だと思いますか？まあ、親としてはよくわからないけど、まあ、ただ思うのは、一つのことをやり抜く、まあ、毎日同じことを繰り返して、一つのことを長く続けることに、まあ、このゴルフでいうと、うちの優香の妹や弟も一緒にやったんですけど、まあ、みんな飽きちゃうわけですよ。でも、だから一つのことを、ね、毎日続けることの天性のものを持ってるんだよね。それがまあ優香の強みっていうか、まあ、強みっていうのかどうかわからないけども、同じことをずっと続けてやっても普通はみんな飽きちゃうものを結構できるっていう、まあ、それはだから普通の人はなかなか難しいと思うんだよね。簡単なものでも毎日ずっと続けてやるっていうのは簡単そうで難しいと俺は思うので、そこが小さいうちからできたから今があるんかなとは思いますいね。や、素晴らしい。お聞きしてどうですか？自分自身の強みって何かなってありますか？強みですか？よくわかんないですね。なんだろう。あんまり物事深く考えないことだと思います。はい。まあ、その場その場でこうなんか出し切ることだけに集中しているっそうていですね。う。まあ練習してる時はいろいろ考えますけど、なんかすごいリラックスなんじゃないかなって思います。実はですね、目覚まし8では、笹生選手の、強さについて、高校時代の監督にお話を聞いてきたので、ぜひ一緒に VTR を見たいと思います。まあ、もちろん飛距離もそうですし、球のスピンの量だとかですね、まあ、プレー全体が本当に女子のプレーのレベルではないなと。鉛を何キロかな鉛つけてずっとトレーニングしたり、何つけてんのみたいな まあ彼女はそういう努力ができる子なんで、まあ、1日2日で身についたスイングじゃないなっていうのは、オフでもゴルフを
に接してる。人生の全てをゴルフに捧げてるでしょ。オリンピックの金メダルをぜひ取ってですね、日の丸を掲げて帰ってきてください。頑張れ、ゆか。 VTR ご覧になっていかがですか。でも久しぶりなので、もう声も全然聞いてないので、はい、すごくこういうメッセージいただいて本当にありがとうございます。そのお話の中で重りを巻いてトレーニングをされてたっていうんですけど、はい、今でもされてるんですか。今ではしてないですね。やっぱアメリカに行ってて移動が多いので、はいはい、まあ、トレーニングっていうトレーニングもなかなかできないですし、なので、まあ、プロになる前の時は、はい、しつけてやってました、はい、そのトレーニングを考案されたのがお父様なんですか。そうですね。お父さんどういった意図でそういったトレーニング方法を編み出されたんですか。編み出したっていうのは自分もやっぱりスポーツやってたので、はい、まあ、どんなスポーツをやっても、まあ、下半身と、はい、まあ、ゴルフは捻転するので、まあ、背筋が弱かったらダメかなと思って、でも小さい頃からプロになりたいって言っていたので、まあそのジュニアやアマチュアで、まあ日本の皆さんは結構競技志向が強くて勝とうとかと思ったと思うんですけど、それは勝てたら嬉しいですけど、自分はプロになって毎日試合なので、プロになって毎日試合に出ても持つ体を作ってあげようかなと思って、まあその一環として足につけたって。ちなみに何キロずつぐらいつけたんですか。最初は200グラムか250グラムだったと思うんですよね。でだんだんこうできるようになっていって、最終的にフィリピンで一番重たい重りは 2.5 キロありましたね。でそれで、まあ、100メートルのダッシュとか50メートルのダッシュとか反復横跳びとか、いろんなこのトレーニングをする中で外さないで、で朝起きてから夕方シャワーを浴びるまで外さない、はい、でまあ、シャワーを浴びて外して朝目覚めとともにつけるっていうことでやりましたかね。そうお父さんからアドバイスいただいた時にうんって思ったりとか、なんかそういや、はい、私のが合ってるとか思ったりすることってあるんですか。そうです、まあ、ジュニアの頃はあんまり、まあ、ゴルフをあんまり分かってなかった部分もあったので、うん、まあ聞いてましたけど、最近はまあ聞いたりとかもするけど、まあ、コーチもいるので、はい、まあ皆さんの意見を聞いて、まあ、自分で決めるっていう感じですね。何が正しいか何が間違ってるかっていうのは分からないので、うん、やってみないと分からないですし、なんていうんですかね、あそこで判断できないっていうか、はい、だからまず受け入れて、でちょっとやってみて、あとは自分でどうやるかっていうのを決めていかないといけないなっていうふうに思います。ゴルフ嫌いになったことってないですか。嫌いになったことはないですけど、ゴルフをちょっと休んだ方がいいかなっていうことはあります、うん、やっぱり休みもやっぱ入れないと考えすぎるのも良くないので、まあ、そこは最近学んだことだと思います。うーん、オフの時って何を主にされてるんですか。ゴルフ場にいる時はその他のマキロイのスイングっていうよりかは自分のスイングだったり、はい、自分がやらないといけない、まあ、自分にすごく集中していて、でオフになった時は、まあ、ゴルフのも見えますけど、自分っていうよりかはその他の選手のゴルフ見たりとか、まあ、ゴルフにだと、まあ、自分のことは全く見ないっていう感じです、ね、またはもうゴールに関係ないアニメだったりとか、ね、そういうの見る感じ。記事でも拝見したアニメとか、はいはい、韓国ドラマとか、はいはい、なんかハマってるドラマとかあります。韓国ドラマ今はドラマはないですね。今はアニメワンピースとか見てる感じです、はい、ゴルフをずっと続けてこられてるんですけども、やっぱ嫌な時とかもあったと思うんですけど、その続けるコツというかってやっぱありますか。自分はゴルフが楽しくて、まあ、今はもう仕事になっ、はい、プロになって仕事 にはなってるんですけど、まあ、楽しいっていうふうに思えるので続けられるんじゃないかなっていうふうに思います。楽しまないとやっぱスポーツってなかなか続かないと思いますし、やっぱ辛い時もまあると思うんですけど、まあ、ゴルフじゃなくて違う競技でも特にあると思うんですけど、まあ、でもなんで始めたかっていうのを思い出して、なんでこれを好きになったかっていうのをもう一回考えると、やっぱあ、やっぱ好きなんだなっていうふうに思うと、なんかなかなかやめづらいっていうか、なんつうか続けたくなっちゃう気持ちになりますね、うん、自分のここのプレー見てほしいなとか、ここが強みというか。そうですね、まあ、ゴルフっていうよりかはやっぱゴルフ試合に出ちゃうとやっぱ
みんな真剣になっちゃって、はい、まあ楽しんではいるんですけど顔とか動きとかがやっぱ結構緊張感も持ってるその動きになっちゃうので楽しんでるっていうのは見えないですけど、でも多分ラウンドしながらの選手との会話だったりとか、はい、試合に出る前の準備だったりとか見るとやっぱ楽しんで準備してるんだなとか、楽しんでこういろんな選手と会話してたりとか、まあライバルでもありますけど仲いい友達でもあるので、そういうの見テレビで映ったらやっぱり楽しんでやってるんだなっていうふうに思えるんじゃないかなと思います。入江さんから加藤選手に向けてアドバイスじゃないですけど、なんかオリンピック、はい、オリンピックないですよそんなもん、こんな超一流選手の名前になんか何より楽しんでほしいなと思うんですよ、はい、オリンピックって4年に一度しかなくて、はい、街のあちこちねオリンピックマークがあって、はい、 そうですね、そういった大会ってなかなかないじゃないですか。そうですね、なのでぜひその会場の雰囲気とか街の雰囲気とかを楽しんでほしいな、はい、まあ、オリンピックでなそういうのがあんまりなかったので。そうです、それは前回の大会がなかったですね、はい、楽しみたいと思います。どんな大会にしたいですかパリオリンピック。いろんな経験して、思い出になる1週間にしたいなというふうに思います。いや本当になんか何よりも本当楽しんでいただきたいなというのは感じました、はい、僕自身やっぱりオリンピック4度経験させていただいたんですけども、はい、なんかいい思い出もあったり、やっぱり悪かったことの思い出があったりとかして、はい、うん、結局なんか 100% オリンピックで楽しめたことがあまりなかったんですけど、うん、なんか最近携帯のホルダーとか見るとあまりオリンピックの写真撮ってなくて、なんかそれぐらい自分なんか追い込まれてたとか水泳水泳になってたんだなっていうのを感じたので、うん、なんかぜひなんかいろんな景色をなんか写真撮って思い出を取りためていただきたいなと。わかりました、写真撮っておきます思い出になります、見せてくださいじゃ最後になるんですけども、パリオリンピックの目標をちょっと色紙に書いていただきたいと思います。目標とかもう何ですか、ね、お名前も、はい、ちょっとサインと、はい、じゃあではお願いします、はいはい、ハブファン、はい、楽しんで1週間過ごしたいなっていうふうに思います。